辻先生、今日もよろしくお願いしますお願いします,します蓄電池って、元って取れるんですかおお、おなんかズバッときたね、はい、元は、えー、取れるかって言われたら、まあ取れるかなーとおーでも、お元が取れるか取れないかで言えば、はい、まあ元は取れるでしょうねとだけどお、えらい先の話ですよと、はい おーまあ、でも、極端な話、儲かるかとかって言われたら、儲かりませんよとで、元取れるか、そういう意味で元取れるかって言われたら、きっと元取れないですよっていうような商品に値すると思う、太陽光発電は元取れるっていう、まあ、やったら儲かるぞみたいな感じが強かったんだけど、はい、最後の方になってきたら、でも蓄電池に関して言えば、そういう要素が一切ないから、あのー、儲かるんですかとか、元取れますかって言われたら、 な難しいかなっていう感じになっちゃうんだよねじゃあなんで今蓄電池売れてるんでしょうかあそうだよね、はい、特にさあの滋賀県は大見商人の町とか行っていうぐらいだから、はい、全日本上にうるさいわけですよ <laughs> <laughs> あの名古屋で太陽光を売ってた時から滋賀県に戻ってきた時にもっと取れるんかこれはってもうずっと言われたからああダメだって名古屋で言ってたセールストークは 環境問要はくくその名古屋で売ってる時は元取れなかったからそれぐらい高額な商品でもう今から思えばぼったくり価格だったんだけどでこっちに来た時にまっとうな価格帯に戻したにもかかわらず元取れるんかって言われたら「いや元は取れるか?」って言われたら取れますよとで必ず言われる10年以内に元取れるんかって言われるんだよ。 元は取れませんと <laughs> 10年で元取れないですから太陽光も昔元取れなかったんです10年以内にはあの取れなかったんですよって取れないですよっていうふうに言ってたのよでもともと太陽光発電を10年で元を取るっていうのはそもそもの間違いなんですっていう話から始めなきゃいけなかったわけようんだから蓄電池も同じような感じでもう,だからこう太陽光と同じような感覚で「儲かるんですか?」とか言われたら「儲かりませんよ」と。 元取れるんですかって言われたら、そういう意味で言われたら、元は取れませんよと。うん、で、も、えー、う一、ん、個言われるね、今焦ってやらなくても、後でもっといい商品が出るんじゃないのって言われる、多分あの営業してる人って絶対言われる、ね、あの反発っていうか、そのアウトね。じゃあ、僕はなんて言ってるかっていうと、まあ、蓄電池とかで言えばね、そう思うんだったら、今焦ってやる必要はありませんよと。<laughs> <laughs> 多分そうなるでしょうからって言って、多分あの後でもっといい商品が出るんじゃないのか、後でもっと安くなるんじゃないのかって絶対言われるのよ、営業やってる人だったら絶対言われたことがあると思う、それに対してなんて僕は答えてるかって言ったら、嘘偽りなくちゃんと言ってる、うん、後でもっといい商品、ほ出てくると思いますよと、はい、出なかったらおかしいですからねと。 うん、ほら10年後、今の商品と10年後の商品、どっちが比べてどっちがいいですかって言われたら、ほら10年後の商品が絶対いいに決まってますよと、多分蓄電池だったら、今よりももうちょっと小型化になってると思うし、10年も経ってるんだったら、もうちょっと安くはなってると思いますよという話じゃない、太陽光も一緒同じこと言ってた、うん、10年も経ったら、それは安くなってないと困りますからねと、安くなってると思いますよとでもうちょっと。 小型化になってとか今と同じ寸法で今よりも発電量のいいものっていうのが出てくると思いますよそれはと年々年々やっぱり技術進歩っていうかメーカーもねやっぱそういうことやってるんで少しずつ少しずつ良くなってってるんですとでもほとんど変わらないんです1年単位で見たら少しだけなんででも10年単位で見たらあこれぐらい大きくなったんだねとかあこれぐらい安くなったんだねっていうのが出てくるんですよと。 いうことなのよね、うん、でもそれも正直に言ってた、うん、変わらないですよとかどうのこの今だけ安いんですよとか言っているのはまあまあセールストークで言ったりする場合もあるけどでもまあ基本的には多分そうなりますよってだってそうならないとおかしいでしょって言ってたねそうだよなーって <laughs> で。で更にもっと正直に言うんだったら。あの 例えば僕が蓄電池を初めて売ったときっていうのはあのテスト販売にご協力くださいっていうダイレクトメールを送ってでやったのよ。でその時は利益云々っていうのをまあ泣きにしろあらずだけど実績が欲しかったの、ね、よ。蓄電池はもうあのうちでね関西でうちがもう最初でやりましたよとかたくさんやってますよと。 もう実際蓄電池を工事したことがあるんですよっていうのをもうそのテスト販売の時にやりたかったわけだからやったのよで、えー、例えばお客さんのとこ行って今回そのテスト販売って価格表出してるんだけど、はい、今回そのテスト販売の価格以外にも追加工事が発生しちゃいますけどどうしますかって言ったりとか追加費用が発生することもちゃんと正直に言ってるのよ。 その契約する前に、ね、契約してあと工事終わった後あの追加工事が発生しますのでお金払ってくださいとかそういうことじゃなくて、はい、契約前にちゃんと言っちゃってると、うん、で変にクレームが来るのも嫌だったからその蓄電池の販売に関しては僕は結構消極的な態度をとってますみたいな、はいはい、<laughs> 消極的な態度ってのはおかしいか。 うんまあ、ある程度、販売はしたいんだけど、もう無理やりにでも,もうこう、印鑑を押さえて、押せえっていうような感じではないですよと、もう嫌なら全然いいですよ、断ってくださいと、不安に思うんだったらやめてもらっていいですよとか、無理してやる必要はないですよということを、もうどんどん言っていったわけね、どんどん言っていった、そうしたら、あのー、これ、今ね、ちょっとこう見てると、えー、お客さんの5%の方が蓄電池を申し込んでくれましたよ、一番最初の時ね。はい もう何年前だろうもう結構前だと思う4年前か5年前かなそれぐらい前だと思うんだけどもう結構マジでとか思ったねうんその時に蓄電池を購入した人の共通点って何かっていうのを今ちょっとここで言っちゃうと、うん、あのズバリでもあんまりちょっと細かく言うとあれか <laughs> あんまりズバリ言うとあれだからあのまああえてちょっとぼや,ぼやけて言っちゃうと太陽光発電を購入した人 元々あ蓄電池を購入した人はもともとどういう目的で太陽光を購入しているかっていうことなんだけどそれは面白そうだからっていう理由で購入している人が多かった、うん、絶対元を取ってやるんだとか、あのーね、元取れなきゃ意味がないんだ儲かるためにやるんだっていう人が蓄電池をやっているわけではなかったですよと、うん、でメリットを重視する人とか 損得感情とか損益分岐点とかねそんなことを言う人そういう細かいことをね言う人は一人もいなかったかなと思うんだよね、まあ、もちろん言う人もいてるけど言う人はやらない、うん、やらないと思う、うん、当時ね当時今も今もそうだと思うわ、うん、あの太陽光バブルでうわーってきてる時にあのまあこれやらんかったら損やな儲かるなっていうふうな形でやってった人っていうのは こうやらなないい可能性が高いかなと思う、うん、その太陽光をやる理由の大まかな理由が儲かるからっていう理由でしてる人ねもちろん儲かるからっていうのもあると思う損しないからっていうのもあると思うし環境にいいからっていういろんな太陽光をやる理由の中でいろんな要素がある中でいろん,んな要素がある中で面白そうだからとかいろんな要素があると思うのよその中で 儲かるからっていう要素が強い人はやらないと思うよと、うん、損しないからとかっていう人はやらないと思うんだけどまあまあまあ、あのー、蓄電池をねやる人っていうのは、まあ、ずっとやって結構やっていくとやっぱある程度客層っていうのが分かってくるからあこういう人に蓄電あこういう人が蓄電池を買うんだなっていうのがだんだん分かってくるのよね。うーん でその時ねみん,なみんなに質問したよお客さんみんなに質問したなんで蓄電池導入しようと思ったんですかって聞いたのよ、うん、そしたらねいや太陽光もそうだけどその当時ね太陽光元取れないって言われた商品だったから、はい、太陽光もそうだけど、まあ、元取れへんやんかってでもええー、ねんと面白そうやし <laughs> それで何か設置して何かいいことあればなと太陽光もやろうと思った時は元取れないっていうのを承知でやったんだと。うん そうしたら後で固定買い取り制度っていうのが出てきてドーンってなったからあやってよかったっていうふうになったと、うん、なんかまあそういうふうになんかいいことあればなともちろん停電とかいろんなそういうのもあるけど、まあ、そういうのでねあの心配とかあの万が一のことを考えたらあってもいいよなっていう人が多かったからねもう絶対もう儲かりたいからとか損したくないっていう人では損得感情が激しい人はやらないですよということを言いたかったかなとあ俺なんか問題なんだっけ質問なんだっけ なぜ蓄電池が売れるんですかあなぜ蓄電池が売れるのかあの今答えをズバッと言っちゃうとこうどういう客層お客さん蓄電池を買う人がどういう人なのかっていうのを知っているから、まあ、僕が売れている理由はね、うん、で、えー、今んで売れているのかっていうと太陽光発電を設置して10年以上経ってくる人が多くなってきてねで10年経つと固定買取制度で。 48円だったってバイデンが今8円になっちゃってるから関連8円なんですよだから極端に安くなっちゃうからねでここで要注意なのはあのできれば買い取り制度が終わった人じゃなくて買い取り制度がこれから終わる人っていうのがいいと思う,うん終わっちゃうからなんとかしなきゃっていう人が買いやすいで終わっちゃったし人っていうのはまあもういっかっていう心情が働いちゃうからなるべく 今かかから終わるる人っってていいいいいうのをななべく追いかけていった方がいいかなでも今から終わる人っていうのは結構儲かる系で太陽光を参入してきた人も多いから、はい、設置してる人も多いからその辺はちょっとこう使い分けていってね、うん、太陽光儲かるからやったっていう人は蓄電池絶対やらない損得、うん、計算した時にああ蓄電池って太陽光ほど元取れないんですねとか儲からないんですねって絶対言われちゃうから。はい 元取れないです <laughs> 蓄電池元取れるかって言われたら元取れないじゃあ何で元取れない商品が売れるのかと滋賀県でねそんな損得感情の激しいところでって言ったら、うん、全員が全員そうじゃないと損得 <laughs> 感情は激しい人ばかりじゃないですよってやっぱり環境に優しいからとかちょっと面白そうだからっていう人が設置してはあるとでそういう人はどういう人かって言ったらやっぱ太陽光があの,その極端に売れている 儲かるぞっていう時以前にやってる人が多かったし、うん、さそういうふうに環境に貢献したいとかいう人が多かったかなと思うだけどちょっと注意なのはか,かなり昔の人っていうのはお客さんも太陽光の年数と一緒のように年を取ってきてるから、うん、その60代で太陽光設置したっていう人はもうええわっていう人ももちろんいるもちろんいるから。 あのまあ、その辺もね、踏まえてあの、まあ、販売していただければなと、ま、売れるからね、今のところは。でも僕はそんなに長く、ソーラーみたいにずっとこう蓄電池が売れ続けるっていうのはあんまり考えていないので、今はいいかもしれないけど、ちょっと次のステップっていうのを考えて、今からも考えていった方がいいかなとは。 思いま,すけどね、まあ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 、たぶ蓄電池もそのうち売れなくなりますよ、太陽光と同じ、もう多分寿命は結構短いんじゃないかなと、思う今のままだったら、何かしら手を打ったら、グってまた太陽光みたいにぐって上がるかもしれないけどね、今のままいったら結構短いんじゃないかなと、ちょっと悲観的な要素もありながら、でも、バツなぎとしてはいいのかもしれないです、2年、3年、とりあえず今、売る商品がないんだったらどうしようか、住宅関係の人がね、今も信んているんだったら、 今だったら蓄電池ってのは案外いけるかもしれませんよと、うんで。ただし、ずっといけないよと。はい、う蓄電池だけで10年、20年飯食っていくっていうのはそれはちょっと難しいと思うからあの短期間だけだけどね。だけどまあ、いけるってなったらいけるんで。で、売り方わからんってなったら、あぜ,ぜひあの本読んでくださいね。<laughs> でもぜひ、やりたいなってなったら、あの蓄電池のおパックを僕は売っているので。はい あの小冊子とか広告とかあの使いたいよっていうおっしゃる人が出てくるんだったらぜひぜひホームページからアクセスしていただければなと思います辻先生今日もありがとうございました。ありがとうございます